藤川真由美は日本のバイオリニスト。現在はロンドン在住。北海道旭川市出身。3歳から小学校教諭の父親にバイオリンの手ほどきを受ける。東方女子高校で斉藤秀夫、総林安らに指示。卒業後ベルギー王立音楽院に留学し、フランツビジー・レオニード・コーガンに指示。その後、ヘンリク・シェリングの訓導も受けた。 1966年日本音楽、コンクールバイオリン部門2位、ベルギー国際音楽コンクール1位。1970年、チャイコフスキー国際コンクールで2位となり、翌年友人オーマンディ式のフィラデルフィア管弦楽団でアメリカデビュー。以後欧米を中心に演奏活動を続けるかたわら、2年に一度のペースで帰国。NHK 交響楽団、札幌交響楽団、 京都市交響楽団などと共演。海外で通用する数少ない日本人ソリストの一人で、第7回9回のチャイコフスキーコンクールでは審査員も務めた。代表版には、モーツァルト競争曲全集など、タワー .jp ハット、藤川真由美真由美藤川。2017年5月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月1日閲覧。 ありがとうございます。